ここ何？うわ。今日木村さんはな。こんにちは。こんにちは。こんにちは。波動クルーって書いてあります。はい。木村さんに波動インストラクションをさせて。いただきます。ごめんなさい、波動って何ですか？まず初めにね。そうですよね、はい、社長がカメハメハを打ちたいという願望から開発されたスポーツなんです。カメハメハってあのドラゴンボールのカメハメハ？そうです。それを会社の社長が打ちたいなっていう人がいたんだ。はい。社長社長社長、カメハメハ打ちたいっつってスタッフに作らせる社長AR の機能を搭載したデバイスを手と頭につけていただくと、うん、まさにあの幼い頃憧れたアニメや漫画の世界を体験することができてしまうんです。この状態でお邪魔して、はい、で今まあね、状況だから、うん、マスクしてるじゃないですか、はい、AR のこれつけたらさ、うん、誰か分かんない確かに木村さんじゅあれ誰あれ波動クルーなんですか？波動クルーですあ、昭和の時代を彩ったバックダンサーの方ではないですよね。は違います。あ、スクールメイツじゃないんですあ、よかったよかった。これもう始まってんの始まりましたね。あ、来た。あ、そうそう、竹澤です。なんか波動って知ってた？波動知ってます。え、知ってんの？はい、やったことはないんですけど、はい、実際体使ってこうバーチャルでできるゲームですよね、っていうふうに今お姉さんから聞いて、ああ、ちょっと体を動かすってなったらやっぱり俺かなと思ったんですけど。まあそうね、はあ、10種のチャンピオンだからね、はあ、多少お力になれるかと思って。この波動モンスターバトルっていうゲームをやっていただこうと思うので、うん、初波動は、いや、うん、波動これをつけていただきます。どうする？ゴーグルかぶる前に腕もつけちゃいましょう。いろんな準備あるんですね。はい、そういうことか。きつい、ゆるい、あったらマジックテープで。こういうことになるよ本当この隙間から俺ってわかる俺ほらだってもうこれ崩れちゃうのがもったいないラメゾン東京の時の尾花夏樹で今日は仕上げてもらってるんですけどなんだこれ、何これ、火の玉みたいなのがあるよ。え、で今からそこに浮かんでる。練習をしたいと思います。手を前にパンチしてみてください。おお、なんか出た。まだあるじゃん、そっち。ちょ、木村さんはもう一個倒してくださいおい、待って、これさ、これさ木村さんを見てくれてる人は俺らの映像は見えてるのかな、はい、そう、モニターから見えるんですよ。第三者の視点で。モニターはみんなで共有できるってことね。なるほど、よかった俺と武井壮のこの男2人だけでなんか空中をブン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 やってるだけじゃないよねうわ、今カメラさんが爆破した木村さん、カメラさんに打つとカメラさん爆破しますよ。あ、なんか出てる。おー、あ、本当だ、はい、お二人でどっちが早く倒せるか一人ずつやってちょっと競争してみませんか。一人ずつ。あ、なるほど、木村さんがいる、うん、そして何をすればいいんだよ、これ。これ何が始まるんだ、なんだなんだ、何がしたいんだ。ちょ、一旦切ります、すいません。な、何がしたいんだこれ放置されるという。もう一回二つ何もできないんだよ。もう一回二つ壊してもらっていいですかああ、木村さんかっこいいっすよ、かっこいいっす。なんでこんな、はい、あ、わかった、これか、はい、これちゃんと標準合わせないといけないんだ。そうなんです。そう、あー、なるほど、理解理解。では木村さん始めたいと思います。はい、お願いします。はい、来た。もう3回。おー、やべえやべえやべえ。モンスターには弱点があります。モンスターのお腹のとこにあるあの赤いのなんかある、あれが弱点なので、あそこに当てることができると一気に。え、強くない？全然減ってないよ、ゲージ。いやー、チャンスチャンス、木村さん。
木村さん、お腹相手の攻撃避けてください。相手の攻撃は避けるか自分の攻撃で攻撃できます。なんだよこれ。どこだ木村さん、岩持ってる、相手岩持ってる。そこやばい、避けて。うまい。なんだよこれ。今前にアイテムが出てきたので体で取りに行ってみてください。前出て大丈夫です。もうちょっと前です。もうちょっと前。なんだよもうちょっと前。どれ。もうちょっと前に行くのが OK です。なんだこれ。これで攻撃力が強くなりました。いけジャブで行くんだな木村さん。まあまあ強いな相手。腹見せろ。腹以外も効くの？あ、お腹以外も効きます。木村さん、お腹以外も効くんですって。マジ？あ、ビシビシいっちゃった方がいいですよ。お、当てた。いいお、やった。腹きた。You win 片手つらい。あ、そっか。確かに両方出したいですよね。これ普通こう行きたいじゃん。間違いない。私もジャブで行くんで。これきついよ。きつい。マジで。僕ジャブには自信あるんですよ木村さん。おお。おっきた。来た。当たってない。あ、頑張れ。頑張れ。どっか行った？まっすぐ。おお、入ってる。ほい。あの赤いところに当てないと。ほい。攻撃は避けるか壊すかしてください。あ、投げてくる。もっと打て。うわ打っていいのか。休むな。あ、アイテム出ました。取りに行きましょう。おー、ただ、あー、つけ替えてる。ほら、つけ替えてる。あ、攻撃が当たる。飛んできてる。もうちょい。出てない、パンチ出てない。ゲージが溜まってないと溜出なくなっちゃうので、出ないときはちょっと待ってみてください。あ、溜めるの。あ、出たアイテム取りましょう。取った。タイムアップ。え、嘘でしょ。タイムアップだよ。え、はあなた。え、仕事しようよ。あれ、途中であんた付け返したでしょ。付け返した。なんかいや、両手でしょ普通ね。ワンツーしたい。片手でこれは辛いよ。波動の選手とかやっぱり皆さん使う方の手だけ太くなっちゃったりとか。知らないよ。そんな波動あるある。来た社長社長社長どうぞ。カメハメハが打ちたかった人。そうです。あの、僕はカメハメハ打ちたくてこれを作りました。他に作るもんあんだろう。これなんでじゃあ片手にした。いや、本当は両手にしたかったんですよ、もちろん、うん、ただ現実的ななんかいろんな問題がありまして。いや、まあ、まずは片腕で始めたっていう感じ。自信あるでしょ。もちろん、はい、強いですかね。言ったよね。言いましたね。言ったよね。作ってるんで。出して。出して社長。これ独特の技術必要ですわ。波動のやっぱり知識と技術。でもあの人全部知ってるんですもん、ね、全部。だってやりたくて作らせた人だから。そういうことだ社長。下の名前聞いていい？ひろしです。ひろし。見せてもらうぞ。ひろし社長。ひろしの技術。では行きます。でかいですね。だってゲージがさ減っちゃうんだから。そんなに大差ないし。ずっとやってんだろうな。どうなの？あの？まず動いてるよ。動く動きながら当たってないじゃん。当たってない。本当にこれやりたかったよ。あ、しゃがんで打てば、あのしゃがんでる時当たるんですね。じゃあ自分も低くなれる。ああ。避ける。どういうの避けれるの？こういう時どうするの？しゃがむんだ。はい、社長に一回お手本見せてもらった方がよかったよね。でも社長もそんな速くない。お、上の持ってるやつ割れるの？聞いてないんだよ我々。木村さん。あ、なんかでかいの来た。え、何今の。終わったよ。
でかい一撃。残り42秒。早っ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 社長。僕ぐらいになると。このぐらいで。このぐらいいけちゃう。僕ぐらいになるとね。相手が持ってる岩盤とかを破壊できるっていう知識が僕らになかったから。そう聞いてなかった。教えられてないですか、うん、聞いてなかった。クルーいやでも攻撃は相殺できるよって私は言ったので。この話に教えてる。次なんかそういう粗相あったらボックス踏ませるからね。そうですね。わかる。ボックスって知ってるよね。こういうのスクルメッツの王道のそれを往復でずっとやらせるからね。今度は人対人で戦ってもらおうと思います。お対人戦、はい、これつけんの、はい、え今度何なんかスマホさっきとまた同じく聞き手にマジでこれ以上きつめにきつくなるんだ、はいはい、聞き手やめた。そしたらまたさっきと同じように木村さんが波動はめてる。波動メットはめてる。でも最初練習なのでお二人に打ち合っていただこうと思います。こういうこと。はい。おお。ちょっと腕のデバイス見えますか。腕につけてるの4種類メーターがあると思うんですけど、この6ポイントを配分するってこと。そうです。これいくらでも動かせるの。球のスピードが速くなります。球のスピード、はい。でその隣が球の大きさを大きくできます。なるほど。自分で自分のスペックを決めるんですね。その通りでございます。相手何にも何の防御もしないですよまだ。あそうか、エントリーしてないから。よっしゃ来た、はい、来た。今相手の前に4枚の花びらみたいなものが見えてると思うんですが、これがライフです。このライフを4つ全部壊すと1ポイント入ります。うわ。でさっき言ったチャージの仕方がガッツポーズになります。床と垂直に手をガッツポーズしてもらっていいですか。それはシールドですね。あそっか、寄せなきゃいけないのか。ガッツポーズでチャージを貯めていきます。あでもうわすごい。お二人とも掴むのが早いですね。もう出ないんじゃない。はい、今日はお二人と対戦を。これ一回外していいの。外してください。こんにちは、よろしくお願いします。女子じゃん。な女子じゃん。よろしくお願いします。木村さん、女子3人来ましたよ。波動公認チームのシーレイエルのアメちゃんです。サンボエモさんです。野生児担当小桃です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。今一番最初に波動公認つった。ヒロシが認めてるってことだよね。そういうこと。2オン2、2対2で戦っていただこうと思います。2対2、はい、じゃあ やろうか。こうやってチャージしようとするとさ、シールド出ちゃったんだけど、さっきそう、シールドを貯めてしまうと、もう貼るか一旦手を横とかにしてシールドを貯めたのをなかったことにするしか方法がなくて。どういうこと。あ、そんなことできんの。シールドを貯めたまんま攻撃をしたりとかできないんですよ。手を下に下ろすとシールドが貯まっちゃいます。シールドが貯まっちゃう。基本は上です。えこれでいた方がいいんだ。そうです。でこれを肘を体から離しちゃうとここの筋肉使っちゃうから。あ、上腕二頭筋をね。この肘はできるだけ体に近い状態でリラックスした状態で構える。そうですね。そう、波動の基本姿勢がこれなんですけど、まあ、理由としては肘を離してしまうとその垂直ではなくなる可能性がある。後ろに倒れすぎたりとか横に開いちゃったりとか。垂直にしとくとずっとチャージされていくってことなんですね。そうなんです。球いつでも打てるようになってると、うん、なので基本的には脇を締めた方がいい。さ、それ先に言おう。もうね、女子3人がねこっち向きながらね、まだかよ。早くしなさいよって顔。そんなことないです。ただシールドは出したその場所から動かないので。ああ、そういうことか。自分についてきてくれなくなってしまうので。だからさっき僕があこれいけんのかなと思ったのは、自分でシールドを貼っといて、はい、シールドの外から打ってソウ君のことガンガンってやったら、はい、来ましたね、バーンって当たったから、
シールドは相手の攻撃は防いでくれるんですけど、自分の攻撃は通過していくので、シールドを貼ったら例えば2人で共有できるので、シールドを貼って2人で入って2人で攻撃とかも大丈夫です。ということはどっちかがすげえシールドのゲージを上げといて、上げといてバーンシールド貼ってこういいよ撃てよってだからすっごいスピードと威力をのゲージをギャン上げといて、俺はシールドをバーン上げといて、でやばいと思ったらシールドピュッて貼って裏から逃げ込めばいいわけですね。で やればいいんだよね。そうですね。あごめん聞こえてんじゃねえこれ全部聞こえてる向こうに聞こえてるよな。バチリバチリ聞こえてます。どうします木村さん。どうしようか。これちょっと避けれる自信あるでしょ。まあ、そこそこはいけるんじゃないかなと思うんですけどね。普通にシールド貼ってない状態で一発もらったらもう KO なの終わり。いや自分の前に出てるライフ4枚が壊されると。試合時間80秒間あるので、あのどっちが先に取ったとかではなくて80秒が終わった時に点数が多かったチーム。ああなるほど。あ結果ポイント制。そうです、うんうん、じゃあこのパワーこれ僕マックどうですか。あ俺同じ俺同じ だ気が合うな。気が合いますなカモン木村さん行きましょう。よっしゃ波動ファイトお願いします。お願いします。武井さん早い。武井さんやったった。相手2人とも5131 5131だよ、はい、球早いよ、はい2人とも1枚、はい、右から、はい、止めて左から。何だよこれ。あでも竹井さんたまんねえよ。たまんねえ。ナイス。やべやべやべ、これなんで出ないの。3点リードだよ。たまんねえんだって。ナイス。チャージしっかり垂直で。やべやべやべ、なぜシールドは手真下です。ナイス。なんでまた KO された。緑が溜まったらはぁはぁ。ナイス。ふざけんな。リスキです。ヒロシちゃんとして。ヒロシルーズって出たよ。13対0何これ。何これ木村さんチャージできないって。チャージな、これなんでできないの。チャージはやっぱりこうまっすぐ上にこう垂直に手を真上じゃない、はい、ちょっとあの斜めになってするとチャージはできない。まっすぐそうみたいな、まあ、彼女たちはこのチャージをするのも一つの技術っていう。ああで、でなんか掛け声出てたんだよね。そう相手2人とも5131 5131だよ。3人目が外側からお二人のこうスキルが分かるんですよ。でそれを声で伝えて。何教えてんの。なんでそんな教えんのよそんなのありやん。いいじゃん。一応はいはい OK です。もう俺ら教えてもらってないですもん ねあいつも3対3なんだ。そうです、ね、あ向こう3人来てるもんね、はい、あれでチームなんだ、はい、3対3で何試合やるんですか。大会によるんですけど、大きい大会だと日本選手とかでこう戦っていきます。はあ。じゃあ3対3やろうか。3対だって3人で来てもらった意味ないもんね。え、1人今声掛け担当になっちゃってます。うっせ。3対3でやるのが波動なんでしょ、はい、本当は、はい、本当の波動やろうよ。じゃあ、はあ、3対3よろしくお願いします。正規の波動やりましょう。じゃあそちら3人の天使が揃ってるわけだから、うちどうしますか木村さん。もう1人の悪魔を、はい、よし、頼むぞ。もちろん木村さん勝ちましょう。よっしゃ波動ファイト。おシールド硬いです。それリナで壊していきましょうこのシールド壊しましょう。ボール当てると壊せます。シールドナイス。おナイス。おおすごいすごい。木村さんここにいると当たっちゃうと思います。
なんだよ。みんなでシールド壊しましょう、先に。体格からも狙われるので気をつけてください。あれ、なんで当たんねえんだ。あ、負けた。うわ、まず1本目はシーレイエルの勝利です。シールドの後ろに女の子2人がずっとこうやって立ってた。そう、シールドって早く壊さないともうずっとシールドの後ろから狙われてしまうので、できるだけシールドを早くなくした方がいいです。むずくそ、ボロ負け。見てろよ、最悪向こうが行ってあの女の子直接倒してもいいんだよ。それなんか反則とか取られる。それは取られる。準備大丈夫ですか。はい、はい、じゃあスタンバイできたそうなので、うん、どっちもいいね。 OK、 波動ファイト。お、いいですね。真ん中、はい、たまんねえ、たまんねえ。あー、ルーズだ。またか、ダメか。さっきよりでも全然いい試合でしたね。明らかに点差縮まってきてるので、ちょっと脅威でした。怖かったです、今。なんかお二人が慣れてるのすごい感じました。初めての方だと前線に出てくるのが怖いっていう方が多いので、それをお二人はなんかどんどん前に出てくる。俺センターラインずっと練習してるんでしょ。はい、練習今8ヶ月目です。結成してから練習、その3人でチームを組んだの。はい、これハマりますね。これ負けず嫌いの人にはこれあまりおすすめしないかな。負けず嫌いがこれやったらもう本当危ねえ危ねえ。これ悔しいね。悔しいですね。木村さん、俺今日泊まり込みで行きますわ。もう俺もそうくんもびっしょびしょなんだよ。びっしょびしょ。なあ、ちょっとこれやられたな。木村さんがそう、うん、またちょっと 2-2 で、うん、もう一回いきません。また向こうも2になってもらって、はあ、お願いしていいですか。もちろんです。ちょっと悔しいです。僕ら2人でタコられてて、ひろし君が入ってちょっと競ったけど、うん、そのまま終わりたくないじゃないですか。さすが、ほらね、負けず嫌いに勧めたあんまりお勧めできないです。2にちょっといいですか。ラスト、はい、ラストじゃあこれでラスト勝負でしょう。木村さんと俺のすごい、どんだけ汗かくんだっていう。よしよしよし、よし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 。波動ファイト。しっかり止めて、どっちもスピード4だよ。相手もシールドはいないです。攻撃型です。いいですよ、まず1ポイント。重ならない、重ならない。動いて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 。うわ、やべえ。斜め注意、斜め注意。チャージチャージチャージ。ナイスナイス、高低差いいです。上下の動きでかわしていきましょう。おナイスナイスナイス、2対3ですよ。
右から狙いましょう。右からライフ少ない人狙いましょう。ライフ残り2枚。弾早いから前来た時気をつけて。2人で同じ方に。ナイスナイス。右やって右。さあ上下の動き。上下の動き。右狙ってください。右狙ってください。ナイス。よっしゃ。避けて。さあもう1ポイント。あ惜しい。でも今までで一番惜しかった。あ惜しい。4対8です。お疲れです。お疲れ様です。ありがとうございました。ヒットレートって打った球で誰がどれだけ当てれたかっていうのなんですけど、一番高かったです。ヒット率が。ヒット率最強。ヒット率が4人の中で一番高かったです。どうもありがとうございます。すごいなこれ。楽しいですね木村さん。でもこれできるようになったら楽しいかもしれない。ああこれを分かってくれる要は理解者。理解者がこれには必要だな。マジで。視聴者の皆さんにどれだけ伝えられるかだね。マジで。それでみんなが理解者になってくれれば、多分気持ちも分かってくれるし、やりたい人も増えると思う。これはやらないと分からない。確かに。進化が早くて、お二人とも多分やっぱ運動能力がめちゃくちゃ高いから慣れるまでが早すぎて、なんかもう途中から初心者の狙い方じゃない、意図せぬところで死ぬみたいな結構あと言い方あれなんですけど、本当肝が座ってらっしゃる感じが、あの堂々と歩ける初心者の方いないです。怖くて。いや一応僕肝だけでやってきたよ。すごいな。すごいですね。すごいな。ヒロシ今いくつ？33です。おい！おい！木村さん。もうあと20年突っ走れるよ。そうですね。うわ羨ましいな。面白いだろうな。最高だろうなこれ。面白いぞ。面白いですね。どんどん進化させていくんで。頼むよ。はい、お願いしますよ。頼むね。毎年新しいのを、はい、出していくんで楽しみにしてます。両手待ってます。両手、ね、まず両手待ってます。そうなんです。両手やりたいんですよね。上から上げるんじゃなくて左手で下からグンってやるとシールドがブンって張って。こっちで張って。そう、ああそうすると受けるとか、そうするといいよね。追尾とかつけてほしいですね。動きながらバーンって打つとちょっとフォローしてくる。追尾欲しいな。カーブとかも打ちたいです。指先でこう曲げるのね。こうやって打ったらこう波動が伝わってってドン。あとステルス、ステルス。見えないよ。見えない。見えないやつとの頭に飛んでくるっていうステレスモード。相手は見えない。相手には見えない。ステレスの波動が出る。なるほど。チャージで貯めるとステレス出てくる。ほら、やればこんだけアイディアが出るんだから。いろいろできますよ。いろいろやっていきたいんですよ。アイディアは無限大だね。無限大ですね。でもたった5ゲームでここまで成長された方、私2年やってて初めて。また本当です本当です。本当にボックス踏ませるぞ。最後いいね。来い。木村さんと踊るなかなかないぞ。いいよ。全部いっちゃう。ああいいな。ちょっと一人だけすごい、なんか全然できてない。若干できてない人がいるんだ。若干いますね。できる。諦めないよ。できる。諦めんな。そう。はい。このまま終わってきます。はい。ありがとうございました。木村さんとボックス踊った。はい、次。逆。はい。逆。はい、逆。はい、逆。やっぱクルー飲み込み早いね。クルーはその格好してるだけあるわ。